皆さん、こんにちは。今日は島津亜矢さんのことについて紹介します。まずは島津亜矢さんの経歴とプロフィールから紹介します。島津亜矢さんといえば演歌です。NHK 紅白歌合戦に演歌歌手として6回も出されています。そんな島津さんは演歌にとどまらず、様々なアーティストのカバー曲を歌っています。その中にはミーシャさんの愛の形も。若い世代に人気があるのも頷けますね。演歌とはジャンルが違いますよね。どれだけ多彩なんだよって感じですね。そんな島津さんの結婚相手、長女に関する噂と情報などについて調べてきました。本名島津亜矢氏、生年月日1971年3月28日、出身地熊本県加茂戸郡植木町、職業演歌歌手、家族父、母、姉、デビュー。1986年5月21日、島津亜矢さんは、父親、母親、子祖母を含む5人家族での元に生まれました。現在は祖母が亡くなったみたいで、家族は4人ということになりますね。幼少期の頃から演歌が好きで、3歳の時から北島三郎さんの大ファンだったそうです。なんと早熟な。そして、渋い。きっとご家族の影響でしょうね。そして彩子さんが保育園の時には、他の保育園児と違う歌を歌う彩子さんの声を聞いた先生が見抜いたそうです。この子は演歌が歌える子だと。保育園児の彩子さんの実力もすごいですが、それを見抜いた先生も素晴らしいと思いますね。ただの演歌大好きな女の子から演歌が歌える女の子になったのです。島津さんの祖父母はちびっこのど自慢を開催している場所を探して彩子さんを出場させていたそうです。当時熊本県でハチビッコのど自慢が盛んに行われてたそうで、そのちびっこのど自慢で良い成績を収め続けた彩子さんは、本格的に歌手を夢見るようになります。島津さんは14歳の時に東京に上京しました。中学2年生の時ですよね。いや、島津亜矢子さんは3月28日生まれですので、3月25日に上京しても14歳で上京したとなるのでしょうかね。とはいえ、幼い14歳の島津亜矢子さんは毎日寂しく泣いていたそうです。それはそうですよね。いくら夢があると言ってもまだ中学生の年齢ですものね。亜矢子さんは毎日祖母に電話をしていました。祖母も切なく寂しかったんでしょう。彩子さんに帰っておいでと何度も言ったそうです。寂しい毎日に追われ泣く日々の中、帰る場所があり、優しく帰っておいでと声をかけてくれる祖母がいたからこそ安心して頑張れたのではないかと言われています。しかし彩子さんは祖母の帰っておいでの言葉を聞いて頑張れたと言います。彩子さんは自分自身を見つめ直して歌に精進していたそうです。人というのは心の拠り所があると安心して自分の目標に向かって頑張れることも多々ありますよね。支えになるというか、安心感というか、帰る居場所があるからもっと頑張ってみようと思えるというか、そういった意味でも祖父母の彩子さんに対する対応は彩子さんにとって大きかったと言えますよね。島津亜矢さんは15歳の時にデビューを果たします。その時島津さんにとって嬉しいことに母親が東京に上京してきて一緒に住んでくれることになりました。そして現在も母親は島津さんの仕事を手伝っています。島津亜矢さんといえば演歌が有名です。そんな島津亜矢さんに歌怪獣と呼ばれるようになったのはなぜでしょうか。声が大きいから。実は違うようですね。島津亜矢さんの演歌やカバー曲を聞いて興味を持った若者が増えてきました。その若者たちが親しみを感じて蚊怪獣と呼ぶようになったそうです。怪獣というのは謎の生き物であり、強い生き物であり、愛される生き物でもありますよね。大きくなりすぎて少しどんくさいような、そんな怪獣になぞらえて蚊怪獣と呼ばれるようになったようですね。島津亜矢さんがミーシャさんの愛の形をカバーしている動画が話題になっています。何度も言いますが、島津亜矢さんは演歌歌手ですよね。
島津亜矢さんが愛の形をカバーしたことが好評な理由の一つに、アレンジをしないので癖がなく、聞き苦しくない、素直に原曲通り、忠実に歌っている、などが挙げられています。私は、変に自己流にアレンジすることは、原曲の作詞者、作曲者に対する失礼だと思いますし、ここではミーシャさんに対する冒涜だと、古い考えを持っています。原曲にリスペクトして、それで勝負する、島津亜矢さんは本物だと感じざるを得ません。島津亜矢さんは、宴で、白日も歌唱しています。息子いの年齢の歌声で、50代の女性演歌歌手が歌う衝撃。しかも、これも重大に圧倒的な支持のある、ラップというジャンルです。下界重工のぞって感じですよね。島津亜矢さんは、現在50歳代です。結婚して子供がいても不思議ではありませんね。実際、島津亜矢さんが結婚したという噂がありますね。しかし、島津亜矢さんは、結婚はされていないようです。島津亜矢さんご自身が、第70回 NHK 紅白歌合戦の中のインタビューで、相手がいないことを告白しています。天下の NHK で、しかも、紅白歌合戦での告白されているのです。今は歌手として幸せです。とコメントされています。いかに、噂が一人歩きして、島津亜矢さんが困惑しているかを示す出来事だと思います。そして、改めて、歌が恋人、歌が家族、家父が天職、との思いを感じましたね。ということで、島津亜矢さんには、旦那さんはいません。公式発表によると、過去にも現在にもいないようですね。あえて言うならば、旦那は、歌？これだと、誰？にはなりませんよね。では、曲を作ってくれた人？演奏をしてくれる人？と言えるのではないでしょうか。歌手、島津亜矢の、旦那というより、パートナーという意味で、島津亜矢さんには、現在旦那さんがいないことと、結婚歴、離婚歴もないことから子供はいないはずですよね。しかし、島津亜矢さんは、うちの子は、とかうちの娘は、とかとメディアに話すことがあります。なぜなんでしょう。芸能界では、隠し子騒動が、時折ありますよね。実際、隠し子がいたり、根拠もないまま、隠し子騒動を起こされたり、しかし、島津亜矢さんに限っては、そんな騒動とは無縁のようですね。島津亜矢さんには、4歳年上の姉がいます。この姉も幼い頃から演歌が好きだったらしく、島津亜矢さんが最初に影響を受けたのは姉だったそうです。つまり、とても仲の良い姉です。現在、島津亜矢さんの姉は、普通の主婦になっているとのことです。子供に関しては、一般人なので情報はありません。しかし、姉の子ならば、遠慮なく、うちの子、と言えますよね。この想像をした時に、水森かおりさんの子供疑惑を思い出したのです。なぜか、状況が似ているのです。水森さんは、インスタにも投稿しているのです。水森かおりさんの、結婚、旦那、子供については、こちらで詳しく書いています。島津亜矢が、うちの子と言っているのは、4姉妹です。長女は、クリンちゃん、次女は、キャンディーちゃん、三女は、ココちゃん、四女は、メロディーちゃん、と名付けられています。なんか、キラキラネームっぽいですよね。芸能人あるあるで、性別は公表されていますが、生年月日は伏せられています。ちなみに、松浦亜矢さんは、第一子が女児であることと生年月日は、公表していますが、名前は公表されていません。第二子、第三子は、生年月日のみで、性別も名前も公表されていません。実は、トイプードルをうちの子と言っているようです。芸能人で、独身の方が、ペットをうちの子と称していることは多いですよね。島津亜矢さんは、この四姉妹を、出張にも連れて行ったり、自宅付近では、ベビーカーでお散歩させたりしているそうです。クリスマスには洋服を着せたりして、おしゃれをさせてもいるそうですね。ズバリ、トイプードルの長女、クリンちゃんです。クリンちゃんだけは、娘と呼び、次女、三女。四女は、うちの子と区別して呼ぶことが多いそうですね。2016年、島津亜矢さんは、急性声帯炎を発症しました。その後、
当時行っていた全国ツアーを一部延期しています。ただ数日で復帰しています。復帰されたのが2016年3月とされていますので、2月の終わり頃に急性声帯炎を発症し3月に復帰、または3月の下旬頃までに急性声帯炎を発症し3月中に復帰が考えられます。島津亜矢さんが激痩せしたことでその他の病気が噂されています。しかし公表はされていません。病気で声が出なくなったことが精神的なストレスになり痩せられたのかもしれません。歌に対する思いが強すぎてお自身を追い込んだのかもしれないと言われています。コンサートを中止してしまった責任を一手に感じてしまった可能性もあると言われています。コンサートを中止するとプロダクションやコンサート開催会場、スポンサーにも多大な迷惑がかかります。そのあたりの辛労が重なり痩せてしまったのではとも言われています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。